ルドルフ・ヨルダンはドイツの画家であるベルリンで生まれたフランスから亡命したユグノーの子孫であるはじめベルリンに美術学校を開いたバックラがいる1848年にデュッセルドルフ芸術家協会マルカステンに所属した1869年にプロイセン国王から石州賞を受訓し没する1年前の1886年に 王冠勲章を受訓した。ありがとうございます。